でしょうか。ウォーキングしてるね、このトレーラーの人ね、今の人も。雨ですね、今日は。今日はね、プロフィアなんですよ。20年ぶりぐらいのね、マニュアルで行きます。たまにはいいですね、新鮮で。じゃあ首都高上がって帰ろう。はい、ここで皆様に、お知らせがあります。今週4月27日土曜日夜10時から、NHK で放送される NHK スペシャルに九州トランスポートが登場します。NHK スペシャル物流激変2024、日本は変われるのか、4月27日土曜日夜10時から、よかったらね、皆さん、ご覧になってください。じゃあこれ湾岸線の東行きなんですけどね、今夕方17時30分です。辰巳頭で混んでますね。なんかあったんだよね、多分ね。まあ、今日はね、24日で混んでますね、両方向、西行き東行き。 B ラインは渋滞です。でもね、今日はもう朝ね、ドライバーチェンジして九州の荷物をね、都内でね、無事降ろすことができました。今日もね、順調に予定通り、来ることが できてね、よかったです。やっぱりね、しっかり休息取ってるからね、疲れがね、そんなにないですね。疲れがないで、これ明日僕多分休みなんですよね、予定では。だね、休みも多くてね。まあ今日これね、17プロフィア乗って、やっぱりね、久しぶりに、前の会社もねこれだったんで、やっぱりね、体がこうこっちが慣れてるよね、やっぱりね。まあマニュアルはね、本当に僕ね、20年ぐらい乗ってなかったんですよ。ね、支店長とね、天井指導の時に、一日ね、乗ってもらって、この方のね、マニュアル久しぶりに乗りましたけどね。
意外にね20年ぶりでも乗れるもんですよね。今ほら免許もねなんかオートマ限定でねトラックの運転手できるようになるみたいなことねなんかニュースで見ましたけど、まあ扶桑なんかはねもう2ペダルだもんね。昨日は僕乗ってたやつはクラッチついてたけどねもう操作いらないからね、あの緊急事態とかね、微調整、まあ、バックももう慣れちゃえばアクセルだけでねバックできるから本当クラッチ踏んだことなかったですけどね、まあこれからはねだからそういう時代なんでしょうね。ドライバー不足がね解消されればいいですけどね。うちの子供もねマニュアルも取るみたいなこと言ってたけど本当いらないよね。なんかね昔のやつよりなんかマニュアルもなんか乗りやすくなってる気がするな、気のせいかな。まあ、今回はね本当にねこれ乗ってね楽しかったな。また次がねまた扶桑に、なるんですけどね、まあ、扶桑は扶桑でねまたこれがね結構いいですよ。扶桑もね最高なんですけどたまにこのね方のマニュアルも乗ってみると楽しいですね。久々にさああと少し1キロ篠宮ジャンクション、辰巳ジャンクション中の環状線はどうかな、渋滞ないかな、まあ四木あたりからね混むんでしょうけど、まあとりあえずのんびり帰ります。まあのんびりというかね普通に帰ります。雨降りなんでね、でこの夕刻帯だからちょっと気をつけて帰ります。さあ長間どうかな、葛西まで来ました。すげえ混んでるな、反対側、反対側が結構混んでる。ああ開墾しちゃったな。よいしょ、お、あ、そう。はい、じゃあここでね今日の朝なんですけど、まあ休息してた支店からね、まあ乗用車でサービスエリアにドライバー交代のために向かうんですけど、その時にね乗用車で一緒に乗り合わせた同じ支店の方がいるんですね。でその方すごくねよくいろいろ教えてくれるんですけども、車内でねトンネルの話になったんですよ、ね、でトンネルって滑るよねっていう話で、で、まあ、そうなんだと思って、まあ、別に雪とかじゃないよ、雪とか天候関係なく滑るよねっていう話で、なんでかなって言ったらトンネルの中ってコンクリート舗装がね多いらしいんですよ。でコンクリート舗装ってやっぱりメリットデメリットあって、
まあ、メリットで言えばね、やっぱり耐久性があったりとかね、わだちができない。ただやっぱりね、あのデメリットとしてはコストかかったりとか、固まるまでのね、その時間とかってあるでしょうけども、やっぱりね、トンネルの中って、湿気があったりとかするから、結構苔がね生えたりとかしてるらしいんだよね。でそこでトンネル出口、その先下り坂とかってなると、トンネルの出口付近から排気ブレーキ入れるでしょ。そうすると滑るらしいんだよね、案外で。茨城県でいうとね、旭トンネルって土浦から、石岡のね、あの結ぶ旭トンネルってあるんですけど、結構そのね、トンネルの出口付近で事故がね多発してるらしいんですよね。それってやっぱり路面がコンクリートとかね、そうなってるんでしょうね、はい。でね、その対策としてね、なんかあの、まあ、別の場所とね、別の場所で RPN 工法っていうのがあるんですね。それはやっぱり樹脂系の舗装を施して、そのスリップさせない、しにくい舗装にするんですけども、なんか栃木のね、那須烏山の方にね、神奈川トンネルっていうのがあるんで、そこはね、対策舗装がされてたりとかね、まあ他にも全国でいろいろあるんでしょうけど、皆さんね、ちょっとね、気にして見てみると、ああ、なるほどって感じで、まあ、分かると思います、ね。やっぱりそのコンクリート舗装で湿気があったりとかね、雨も降ってないのに路面が濡れてるところとかね、そういうところ、苔が生えてるところ、ね、ちょっと気にしてね、見てみると分かります。まあ排気かけるならブレーキ踏んだ方がね、トレーラーもね、前と後ろ両方かかるんでね、滑りにくいかなっていう、そういった、今日ね、あの話を聞いてね、とても勉強になりましたね。ありがとうございます。ここ意外に四角になりやすいからね、よく見とかないとね。1台来るね。こういう時はね、ウインカー出しちゃうといいんだよね。左入りますよーって、危ないよーって混んでるね、こっちも。なんかいつも以上に。はい、じゃあこれでね、あとちょっとで、車庫に戻りますけど、で今日はね、また九州からの荷物を途中でね、バトンタッチして都内で降ろしてきました。でまあ、あの順調でしたね、特に異常もなく。でこのトラックがね、固定のトラックなんで、ちょっとね、やっぱり気使う部分もありますけどでもよかった、事故なくね帰ってこれたんで。よし。